よろしいでしょうか。それではただいま会議衆議院が解散いたしました。来たるべき総選挙に向けて、まずは総裁から決意を申し上げていただきます。本日衆議院は解散されました。私たちは今日まで、この3年間、もう一度自由民主党を見つめ直し、そして我が党の結党理念をもう一度見つめ直しながら、今日の日に備えて政策を鍛え上げてきました。この戦い、私たちは日本を取り戻すための戦いと位置づけています。我が党はこの選挙戦において、私たちの理念に基づいた政策を堂々と訴えていきたいと思います。強い経済を取り戻していく。強い経済は、しっかりとした社会保障の基盤につながっていきます。強い経済は、活力のある地方につながっていきます。強い経済は、東北の復興、大きな力になるわけであります。私たちはどうやって経済を強くしていくか、経済を成長させていくか、具体的に政策を示していきたいと思います。そして外交を立て直していきます。民主党政権によって大きく傷つけられた日米同盟関係のこの信頼関係を、私たちはこのように回復をしていきますということを訴えていきたいと思います。そしてそのことによって、私たちの美しい海を領土、そして国益を守っていく、強く訴えていきたいと思います。そしてまた、教育であります。教育再生に向けて、教育再生実行本部がもうすでに中間取りまとめを行っています。初等、中等、高等教育、そして家庭教育、社会教育、障害教育、こうしたことについてですね、我々は具体的に既に用意している法案も含め、国民の皆様に訴えていきたいと考えているところでございます。そして安心できる社会を作っていくためにも、社会保障制度、我々はこのように信頼できる社会保障制度を構築をしているということを、この選挙を通じて訴えてまいります。間違った政治思想により、今起こっているこの混乱、そして停滞に終止符を打つために、我々全力で戦い抜いてまいる決意でございます。公認候補の全員当選を目指して、この戦い抜いてまいりたい。私はその先頭に立って頑張っていきたいと考えています。私からは以上であります。まず平川の方からご質問を受けたいと思いますが、今日はこの後公認候補者のトークともありますので、4時半を目途としたいと思っておりますので、ご協力をお願いいたします。それからなお社名と氏名をそのようにいただきたいと思います。それでは平川の方からお願いします。国会の新聞の方です。TPP に関しまして、昨日、素材発言正しいというのをお伝えにはなったところではあると思うんですけれども、先ほども加藤浩次さんがいらっしゃって、 TPP に関するお話し合いをされたと思うんですが、改めてですね、総裁、これまで交渉にこう、自民党は、能力があるか、交渉する能力があるということをおっしゃっていましたけれども、その交渉によって守るべきものが守られた場合、交渉に参加するのかどうかということ、私たちはですね、正義なき、関税撤廃を前提とする限り、交渉参加に、反対であると、繰り返し述べてきて、います。民主党にはですね、その能力がないということは明らかである。経済交渉というのはですね、その経済交渉自体がいいか悪いかではなくて、結果が、全てであるということでありまして、私たちの要求が全て通る、私たちの勝ち取りたいものが全て勝ち取れる、そういう交渉結果を見通すことができる、交渉をすることによってですね、それが明らかである。つまりこの前提条件がですね、最初から大きく変わっていくということになればですね、今これを申し上げた通り、それを前提としているわけでありますから、この例外なき
関税撤廃、この条件がですね、すべてこれはなくなりますよということになればですね、これは、我々は当然ですね、まあ、今までも FTA そして EPA 交渉をしてきました。 FTA や EPA をまあ交渉してきたその態度とまあ同じことになるわけでありますが、しかし現時点ではですね、民主党の当初の交渉をして事態に問題があり、そして日米同盟のまあ絆信頼関係が崩れている中においてですね、そういう基盤が今段階ではできていない、そしてそもそもですね、今の段階で全く情報が公開されていない。野田総理は年初に情報公開するという約束をしていますが、その情報公開がなされていないということが問題であってですね、その情報公開がされていない中においてですね、今ご質問がありましたが、なかなか私たちはそれに対して正確に答えることができないという状況になっているということですね。ですから私たちの出している、いわば示している態度はこれは明確であって、例外なき関税、正規なき関税撤廃を前提にする限り TPP 交渉参加に反対である、このことに私は尽きるんだろうと思います。毎日新聞の鈴木と申します。3年前ですが、自民党政権が出会ったときには、自民党の古い政治というものに対して国民の閉塞感があったと思います。そして、日本を取り戻す、そして自民は大切でということで3年間まあ自民されたと思うんですが、それが果たされてきたかどうか、そして果たされているとお感じになるとしてか、それはどういう部分か、その点お答えください。それから一点、選挙ではそれを問われるものになると思うんですが、そのあたりの図についてはどのようにご認識されていますか。古い自民党とは何かということですね。古い自民党とは何かといえば、例えばそれは派閥中心の政治、あるいは年功序列の人事、そしてまた派閥が要介する人事であろうと思います。そして新しい時代のさまざまな政策的要求に応えることができない、この自民党を私たちは変えていこう、この3年間そのために努力を重ねてきました。今回の総裁選挙において最後の決勝に残ったのはですね、石破幹事長と私であります。両方ともですね、いわば派閥単位、派閥出身者としてその出身の派閥に全面的に応援された候補ではなかったということであります。まるまる大きな派閥が応援した候補でない二人が最後の戦いを行い、そしてその結果ですね、今派閥による人事は全く行われていないわけであります。つまりその意味においてももうすでに努力してきた成果が出ている、そのように思います。そして政策面におきましても、経済政策においてまあいわばかつての自民党の時代の経済政策とですね、我々は大きくこれは次元を変えた政策を行い、デフレ脱却に挑んでいこうとこう考えているんですね。金融政策についても、まあ、グローバルな新しい金融に対応するために、昨日もまあ講演したようなですね、日銀法の改正も視野に入れた、こんなことはかつて自民党は一度も挑んだことがなかった。大胆な金融緩和を行っていくということであります。そして、まあ、公共投資についてもですね、マクロ経済的にそれが正しいと信じる中において無駄遣いは排しながら地域の競争力を上げていく、無駄遣いはしないという観点に絞っていく、また国民の命を守っていくという観点に絞っていく、子どもたちの安全を守っていくという観点に絞っていくという意味においても、私はかつての自由民主党の公共投資の姿勢とは大きく変わっていくんだろうと、このように思います。新しいことに挑んでいくのが我々で自由民主党であります。そして主産的自衛権の行使という考え方についても解釈の変更、これはなかなか憲法ができて以来これには挑むことができなかった。6年前私はその作業を始めたのでありますが、残念ながら完遂することはできませんでしたが、我々はこの選挙を通じてそのことも堂々と訴えていきたい。これは古い自民党どころかですね、いわば戦後の体制そのものを打ち破る、
そういう新しい自民党に私は変わったんだろうということを、申し上げておきたいと思います。共同通信の鈴木です。先ほど立候補者全員の当選を目指すようなお話がありましたが、政権脱退に向けた現実的な勝敗ラインというのは総裁どのように全員当選できるということは極めて現実的なような話でありますが、我々はあくまでもですね、全員の、当選を目指して、選挙区比例区合わせてですね、立候補者がいわば少なくとも小選挙区で出た立候補者が、全員、国会に来て仕事ができるような、それを、目標にしていきたいと思っております。あえて勝敗ラインというものはもう持たないという勝敗ラインというのはあまり意味がないことだろうと思います。全員当選を目指し、そして、結果として政権を奪還していきたいと思います。日本経済新聞の小島ですが、今回の選挙は地方政党といいますか第三極というような存在がかなり注目されていますが、そういった規制政党を批判するような勢力も現れる中で、今回の選挙の最大のやっぱり争点というのはどういったところに続けていらっしゃいますか。最大の争点はですね、まずずっと停滞している経済、どの党がこの経済を立て直すことができるのか、そして被災地をどの党が本当に復興することができるのか、そして外交敗北のこの3年間どの党が外交を立て直すことができるのか、そうしたことを問う私は選挙であろうと思います。じゃあ平川以外の方もどうぞ。テレビ朝日の倉永です。この選挙戦をですね、自民党として勝ち抜くための戦略についてと、あともう一点は選挙後なんですが、自民党、公明党、民主党で今後また維持されていくお考えはあるんでしょうか。まあ、この戦略についてはですね、民主党の皆さんも聞いているかもしれませんから秘密なんですが、基本的にはですね、我々は、戦略に、こだわることなくですね、まずは私たちのこの3年間磨き上げてきた、政策を堂々と訴えていきたいと思います。そして、私たちには経験があります。そして、私は政権を担い、挫折を含め、まあ、様々なことを、学んで、回りました。まあ、そうした経験あるいは磨き上げてきた政策、そうしたことをしっかりと生かしていくことによってですね、私たちこそ経済を再生していくことができる、外交を立て直していくことができる、そして教育再生に向けて政策を実行していくことができるということをですね、訴えて王道の選挙を行っていきたいと思います。あと選挙後の民事を維持されていくんでしょうか。まあ、民事公についてはですね、まあ、三党合意をして、おりますから、その民事公というのは三党合意ですね。三党合意は三党合意としてですね、淡々とですね、まあ、進めていきたいと思います。すみません、フジテレビの方です。改めてなんですけれども、まあ、3年越しでようやく解散に求めたということで、総裁として今、このことをどのように思っていらっしゃるのか、先はその3年間の間で非常に無党派層や新政党なしの政党が増えてきました。また第三党など既存政党に対する批判も多い中で、どのようなことを強く訴えていくかどう見てお願いいたします。今日のこの解散はですね、これはゴールではなくてスタートラインにやっと立つことができたと、こう思います。このスタートラインに立つまでの、まあ、3年間に我々、自民党や、まあ、民主党といった政党に対する、まあ、批判があったことも、まあ、事実であります。その批判をバネに新たな政党が、まあ、生まれてきました。我々はそういう政党とともに今スタートラインに、立ってまいるわけで、ありますが、この中においてですね、先ほど申し上げましたように、堂々とですね、政策を訴え、そして政策を訴えるということと同時にですね、3年前と何が違うかということはですね、その果たして政策を実行できるかどうかなんですね。美しい輝いている政策は誰でも掲げることができる、それを学んで私は3年間だったんだろうと思います。しかしそのことがまさに政治への信頼を失わさせることにつながりました。
二度とそういうことを起こしてはいけないと思っています。私たちが掲げる政策は実行可能な政策だけを掲げていきたいと思います。そのことがですね、いわば自民党のような歴史を持った政党に対する信頼を取り戻す道なんだろうなと思います。じゃあ申し訳ございませんが、最後のお一人となりますか。ニコニコ動画の七尾と申します。よろしくお願いします。先ほど詳細争点でも触れられたんですが、解散総選挙ということになりまして、被災地の方々にですね、さまざまな思いがあると思います。滞ってきたと言われる被災地復興につきまして、どのような方針政策で進められるのか改めて。まず復興庁が十分に機能していない、これも大きな問題なんですね。正しい政治指導が行われていないということであります。法案自体は問題がないと思いますが、しかし復興庁が結局縦割りになっている、予算も紐付きになっている、それを査定する官庁になってしまっていることに大きな問題があります。私たちが政権を取った暁には復興庁の意識を変えていきます。そして復興庁の、多くの職員がまさに被災地に行ってですね、そしてこれから復興させていこうという方々と共にやるべきことを成していく、それを政治家がトップとして判断をしていく、真の政治指導を取り戻し、スピード感を持って復興に当たっていきたいと思います。それではこれで終わらせていただきます。はい、ありがとうございました。